2022年 NTC カップシリーズ第6戦ヤマハカデットオープンクラスの決勝ヒートです。このレースはフラワーペイメント株式会社様、アルファエネフォメーション株式会社様、株式会社エイコー様、有限会社ベア様、横浜ゴム株式会社様、ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社様、以上のご協賛により開催しております。さあ、それではヤマハカデットオープンクラス決勝ヒートスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ポールポジションからのスタート、ゼッケンナンバーは21番水定 PWG レーシング阿部瑠衣選手です。すでにチャンピオンを獲得している決めているドライバーとなります。そしてフロントローセカンドグリッドからはゼッケンナンバーは30番テコルサ辰巳ホワイトです。そして3番手からは33号車 RF 青山小田大和、4番手からは58号車 RF 青山安藤海斗、5番手からはゼッケンナンバー4番レーシングスクエアゲン畠山光徳、6番手からは22号車フラックスモータースポーツ宇井流星、7番手からは19号車パワーワークスサル TV。 以上7台でヤマハカデットオープンクラス決勝ヒート周回数は12周にて行ってまいります。あとここは1台畠山がかかりが悪かったが煽りを食らってサル TV も一緒に遅れました。まあ、しかしこの距離でしたら十分大丈夫でしょう。ヤマハカデットオープンクラスの決勝ヒートです。じゃあこのクラスはアドバンタイヤではカデットオープンクラスとしては新東京サーキット最後のレースとなります。今年をもちましてヤマハそしてブリヂストン、この2大メーカーがカートのタイヤからの撤退をすでに表明しております。来年からはまた大きく形が変わってのレース会ということになるかと思いますけれども、その中でこのブリヂストン横浜タイヤですね、アドバンタイヤを持ちまして、さあこちらの最後のレースという形になります。ヤマハカデットオープンクラスです。今回初参戦の畠山光徳、スタートおかかりが悪かったため隊列からは遅れておりますが、先頭が早めにペースを落とせば隊列に落ち着くことができるかと思います。設計ナンバー4番畠山光徳、まだね今年の夏にカートを始めたばかりということで、カート歴1年足らず、そしてこの冬に初レースということになりました。来年への向けての布石ということになるでしょう。そしてですね、グリッドも6番手ということでいいグリッドを獲得いたしました。畠山光徳がこの後どんなレースを見せてくれるのか。さあポールからは阿部瑠衣、ヤマハカデットオープンクラス決勝ヒート隊列が立ち上がってまいりまして、レッドシグナルはブラカートレーススタート。これは辰巳ホワイトがいいスタートを切ったか、いやいやこれは阿部瑠衣がホールショット、1コーナーホールショットを取っていきました。そして2番手3番手のポジションは結果として変わらずですね、辰巳ホワイトが2番手3番手には小田大和という形でオーダー変わらず進んでいきました。その後ろ安藤海斗もオーダー変わりません。4コーナー立ち上がってまいりまして、阿部瑠衣がトップ変わらず。さあ阿部瑠衣がホームストレートを走っていきまして、2番手辰巳ホワイト、いやここで6コーナーで入れ替わるか、小田大和が飛び込んで、いやしかしここはオーダー変わらず逆に少し失速してしまいました。小田大和いいトライでしたが、ここは下がります。オープニングラップトップで戻ってまいりましたのは阿部瑠衣選手。今年シリーズ戦ってまいりまして、阿部瑠衣選手なんと優勝をね、シリーズ5ここまで5回戦ってきまして3回優勝を果たしております。そしてその他の2回も2位表彰台ということで素晴らしい走り、そして何よりもね、他のサーキットでもすでにチャンピオンを獲得しておりまして、この新東京サーキットでもすでに一応ねこのチャンピオン確定ということになるかと思いますので、その阿部瑠衣選手今年でいきなり2つチャンピオンを獲得ということになるかと思います。
さあ、そんな阿部瑠偉選手はね、今日セッティングに関しましてもかなりチャレンジングなセッティングで来年に向けた挑戦をしているということのようです。さあ、そして2番手争いがかなり熱いことになっております。現在2番手には辰巳ホワイト選手なんですが、そのすぐ後ろに小田山と、そして安藤海斗、ここで安藤海斗が飛び込んだ1コーナー、しかし届く、接触があったか、小田山がここで回ってしまった1コーナー立ち上がり、ちょっと接触があったかどうかここからは見えませんでしたけれども、さあここで止まってしまった小田山と、いいところを走っていただけに、これは悔しい。さあ、変わってコースに残っておりますのは2番手が辰巳ホワイトです。辰巳ホワイトの後ろ安藤海斗、さあ小田山とはコースに戻ることができるか、ちょっとマシンが逆を向いてしまっている。さあ、レースは残り、これで8ラップです。1コーナーは変わらず木端が振られている、復帰が難しいか。さあ、先頭は阿部瑠偉変わらず、もうここまで来れば阿部瑠偉はこのままトップ逃げ切りということになるでしょう。このままトップチェッカーとなれば、今年シリーズ6戦ある中でなんと4戦優勝ということになりますのでね、圧倒的な、そして安定的な強さ速さを見せてくれております阿部瑠偉選手です。さあ、その阿部瑠偉選手、ミツダ PWG レーシングということでアドバンありがとうというメッセージをタイヤに今日はつけて参戦という形になりました。またね、来年からは大きく変わります。どういった、タイヤになっていくのか、これはね、結構グリップとしては厳しいという風な話もありましたので、タイムを狙えるのは今日のレースが最後かもしれません。公式戦のね、タイム出していくには今日が最後のチャンスということで、38秒前半を目指していくという阿部瑠偉選手。ちょっと今日はね、ただお天気がもう少し太陽が顔を覗かしてくれればコンディションとしては良さそうなんですが、まだ阿部瑠偉選手タイムとしては48秒台後半ということでね、前半は確か今日はまだ出していないと思います。さあ、ここからタイムを上げていくことができるか阿部瑠偉選手、もう完全ね、一人旅ということになっております。そして2番手には辰巳ホワイトだったんですが、ここでモナコで安藤海斗が飛び込んだ、しかしそれをかわしていきました辰巳ホワイト、2番手はキープしていきました。さあ、辰巳ホワイトは2番手キープ、しかしすぐ後ろには安藤海斗がおります。58号車安藤海斗、さあこのまま辰巳ホワイトが2番手をキープするのか、後ろから安藤海斗がもう一度トライをしていくか、いやこれテールトゥノーズ近いですよ。さあ4コーナーで安藤海斗が再び辰巳ホワイトに対してテールトゥーノーズ、プレッシャーを感じる辰巳ホワイト。さあ6コーナー飛び込んでいきます安藤海斗、ここは飛び込めません。さあこれは、あ、しかし安藤海斗モナコで行きますか、モナコで飛び込むが飛び込みきれない。2番手変わらず辰巳ホワイト、3番手安藤海斗、4番手に22号車ウイ流星、その後ろに畠山光沢、そしてソルティービーというオーダーです。19号車ソルティービー、自分でつけた名前ソルティービーという名前、さあこの名前を背負って今日 NTC カップとしては初参戦ということになります。そしてその前を走ります4号車畠山光沢、この畠山光沢は今回が完全初レースということでね、さあその初レースながらも堂々とした走りを見せております4号車畠山光沢、レーシングスクエア現からの参戦となっております。さあそしてレースは残り5ラップ戻ってまいりまして、阿部瑠偉選手戻ってまいりまして、これで残り4ラップとなります。21号車阿部瑠偉選手、現時点でまあ当たり前と言っても当たり前かもしれないんですが、レースホステスはこの阿部瑠偉選手、現在48秒641でレースホステスを更新して今残り4ラップというところに入ってまいりました。さあ21号車阿部瑠偉選手、ちょっと変わったところにウエイトがありましてね、あのフロントのノーズの真下にウエイトがつけてあるのを見ましたけれども、これかなり珍しい付け方だなというふうに思いましたが、まあ、ノーズが沈みやすいということで、ちょっと特別仕様
ただね、あの加速がそうするとちょっと悪くなるような気もしないでもないので、そのあたりはどうなんでしょう、ドライバーの腕次第ということになるのかもしれません。ヤマハカデットオープンクラス決勝ヒート、先頭の阿部瑠衣選手が戻ってまいりまして、レースは残り3ラップ、レースは残り3ラップというところまでやってまいりました。さあ先頭の21号車阿部瑠衣選手は淡々と、そして毎週レースファステストを更新していく、現在この週で48秒526までタイムを上げていきました。さあ自己ベスト更新をしていきたい、ただコースレコード更新には47秒台としらっとよね聞いたような気がしますので、ちょっと今日のコンディションだと厳しいか、それでも48秒5まで上げてまいりました。ああそして2番手争いが再び近づいている、2番手の辰巳ホワイト30号車、それに対して58号車安藤海斗、ああここで立ち上がり、6コーナー立ち上がりで前に出ていきました安藤海斗、それを辰巳ホワイトモナコでかわそうとしますが、ここは届かない。さあこれで2番手が入れ替わりました、2番手がとうとう入れ替わりました。安藤海斗が先ほどから果敢なトライをしておりましたけれども、とうとう辰巳ホワイトの前に出ました、まあ、逆におそらくこれタイム的には辰巳ホワイトよりも安藤海斗の方がタイムが出ているかと思います。逆に30号車の辰巳ホワイトはラップペースでいきますとおそらくコンマ6、7ぐらいは速さが違うかと思うんですが、それをむしろよくここまで防いでいました。さあ前に出ました安藤海斗は一気に辰巳ホワイトを引き離しにかかるが、そうはいかないのが3番手辰巳ホワイト。さあ30号車辰巳ホワイト、再び安藤海斗に近づくことができるでしょうか。あここで先頭の阿部瑠衣がレースファステストをさらに更新、48秒415、かなりタイム上がってまいりました。さあこれがファイナルラップ、ファイナルラップとなります。先頭の阿部瑠衣選手はファイナルラップに入りまして、2番手安藤海斗、3番手辰巳ホワイト、そのオーダーで入っていきました。ヤマハカデットオープンクラス決勝ヒント2022年の NTC カップの最終戦、このシリーズ6戦ある中で戻ってまいりました阿部瑠衣選手、今トップチェッカーを受けまして堂々の最終戦トップチェッカー優勝を果たしていきました阿部瑠衣選手、今年通算で4勝目を挙げるという形になりまして、阿部瑠衣選手トップチェッカーとなりました。そして2番手には安藤海斗選手、3番手には辰巳ホワイト選手となりました。見事タップチェッカーおめでとうございます。ありがとうございます。もう毎週毎週タイムを更新していきましたが、どんな気持ちでレースしてました？何気にあのすごいあの、まあ、辰巳ホワイト選手も強かったし、あとあの安藤海斗選手も強かったので、ちょっとプレッシャーが後ろからあったんですけど、それをあの勝てたのでちょっと嬉しかったです。そうでしたか。でもスタートもね、危なげなくスタート決めてきましたね。はい、それはあのチームの皆さんが全員セットしてくれて、お父さんや後藤さんがセットしてくれて、それであのスタートもうまく決められてるので、チームの皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。今年通算4勝目ということになります。じゃあ今年シリーズ通しての一言お願いいたします。すごい嬉しいです。ありがとうございました。最終戦見事トップチェッカーおめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すべて素晴らしいコメントありがとうございました。阿部瑠衣選手にヒーローインタビューを行いました。